はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。これですね、なんかこれでタンタカタンと読むらしいんですけれども、焼酎、香類って一番安い、癖のない、やつ好きで、飲んでるんですけれども、なんか、シソの風味が、付け加えられた、北海道のシソ風味の、香類ということで、買ってみたんですけれども、すっげー、飲みやすかった。のでおすすめ、見かけたら、試してみてください。普通に水割りがいいと思います。タンタカタンというネーミングセンスはみじんも感じませんけれどもふざけてんのかっていう感じでね、900cc で900円、 1cc 1円という、お求めやすさになっております。見かけたら試してみてください。不法滞在者組織によるですね、大規模大量根こそぎ農作物被害、農作物窃盗が爆増してて、不法滞在者を増やす大きな原因が毎年毎年数千人、去年は9006人、もの失踪者を出している外国人実習制度であることを池袋東口で周知凱旋、昨日してまいりました。自民党は反論があるならどうぞ。被害に遭われた農家の皆さんは自民党を恨んでください。昨日の池袋すんごい人でした。すんごい人でした。やばかった。給料日の直後だからかなーって思ったりしてね。メディア飯塚幸三に1億4000万円の支払い命令判決。支払うのは保険会社なので、これは完全な嘘報道なんですけれども、飯塚幸三側なら正しいんですけど、これを信じたバカ者がですね、被害者遺族松永さんの脅迫、年のいった飯塚にお金を払わすのはおかしいので、近いうちに松永を丸すと、嘘報道したメディアのせいですね、これね。精神的なショック加わっちゃうね、松永さんね。ただでさえかわいそうなのね。何の罪もないね、31歳の奥さんと3歳の娘さん、殺されて、地獄の苦しみを味わってる上に殺害予告って気の毒すぎますね。殺害予告するような気違いにね、論理も理論も何もあったもんじゃないですけど、年のいった飯塚に金を払わせるなんてっていうのがわかんないですね。誰でもね、高齢者になれば金払わなくてよくなるのかっていうですね。高齢者は無銭飲食してもいい、スーパーで金払わなくてもいいっては高齢者の皆さんも誰も思いませんよね。まあこういうね、脅迫犯人ちゃんと捕まってほしいですね。すっごい頭がおかしいから社会の脅威だからね。殺人犯飯塚幸三の頭がおかしいから、ルイ友で頭がおかしいやつ集まってくんのかなーって。飯塚幸三謝罪したい。松永さん裁判の場でなければ。飯塚じゃあ謝罪しない。松永さん精神消耗、何言ってるか分かんないと。世論です。謝る気のない謝罪、正真正銘ガチクズで草、適当なことばっかり抜かしやがって。心象を良くするための裁判所での謝罪なんだろう。謝罪したいも保険会社に言わされたんだろうな。どこの保険会社なんだか気になる。謝ったら負けって思ってんだろうな。本当に言ったんなら人間ではない。金があっても人間性は変えない。仇討ちを認めてやれ。刑務所で惨めに獄中死してほしいと。全然謝る気ないですね、飯塚ね。いや、たまげた。人間のクズの生きた見本っすね。まったく。本当にね、いくら出世しても、いくら功績と金があっても、人間性は変えないもんっすね。奥さん31歳だったそうですけれども、娘さん、まあ、父親、母親、娘さんと孫、同時に殺された、何の罪もないね。お父さん、お母さん、ぶち切れますよね。これね。松永さんだけでなく。たまたまね、またまたね、精神にダメージ食らった遺族さんたちが、気の毒で気の毒で。もう、飯塚にはですね、一言も喋ってほしくないですね。胸くそ悪いからね。惨めに、獄中死してほしいですね。そんなら、実質終身刑になりますんでね。死ぬまで牢屋っていうことになりますんで。増税総理、国会予算委で
給付を与えると言ってしまい、お前の金かよ、なんだその上から目線はと炎上。原稿読みながら、ああなんでそういう風に原稿が書いてあったんで、作ったのは庶民をバカにしてる財務省官僚あたりでしょうかね。税金自分の金だと思ってる財務省官僚あたりでしょうかね。世論です。まあ岸田ですし税金はてめえの財布じゃねえぞ。支持率下がるから岸田にもう何も喋らせるな。にじみ出す小物感。減税してやった。もう追加で。世襲の坊ちゃんだから。安倍さんは全員に10万くれたのに、こいつは本当にダメだわ。給付しますでよかったのに。給付でやれば年内にできるのに、岸田が増税メガネに反応して減税でやろうとすっから来年6月になってしまう。もう何言っても叩かれるとこまで来てんだな。給付するじゃないの。給付って名詞でもあり動詞だから、給付するでいいんじゃないの。給付を与えるって頭痛が痛いみたいな感じじゃないの。あの音速のソニックみたいなね。減税してやった。給付を与える。うん、アウト。このところ岸田叩きが激しいですね。財務省があの支持率低くて、岸田じゃあ思うように増税できないって見切りつけてですね、ゴミに指示したんですかね、叩くように。安倍さんにね、長年押さえつけられてきた増税フラストレーションが岸田で爆発してですね、次から次へと実質増税すっからね、次はこんな増税しようかな、あんな増税しようかな、次々飛び出してもんね、これ、急にですよ。国会予算委開催中、立憲、少子化対策の財源を追求する。目先のいいことばかり言って、いやーね、埋蔵金とか言ってたお前らだけには言われたくないって思うけどね。世論です。埋蔵金ブーメラン。ガソリン値下げタイヤ。埋蔵金はなかったことに。失礼しました。少子化対策の中身の話をせずに文句だけ言ってたら支持率上がんないぞ。これだから野党は選挙に勝てないんだわ。人口多すぎ、少子化でいえば。少子化対策に財源なんかいらねえですよね。消費税下げたら景気爆上がりでね、賃金も上がって将来にも希望出ますよ。何の役にも立ってないですね。男女共同参画予算10兆円もう丸々減税すればいいんだね、カットして。さらにはですね、日本人の賃金上がるように実質奴隷制度の実習制度やめてね、外国人留学生優遇もやめてね、日本人の教育費を安くしろと。留学生もね、半分は日本に残って国に帰んねで、日本に残って労働してもらいたいようにするみたいなことを自民党言ってますけど、自民党これなんとかしないと滅びますね、日本ね。それと支援するのはですね、すでに子供がいる家庭に2人目、3人目、4人目産んでもらえるように金出した方が効率いいと思う。結婚しない人はいくら金つぎ込んでも結婚しないし、そういう人に結婚しろしろっていうのはかわいそうですからね。ネットのない昔は良かったんですよ。村一番のべっぴんさんと結婚できて、おら幸せだって幸せだった。今は世界の美女が瞬時で見れちゃうもんね。現代人が一日で得る情報量は平安時代庶民の一生分だそうなんですよ。だからもう村で一番のべっぴんさんもそんなにありがたいものじゃなくなってしまった。村で一番、稼ぐ男も上には上がいるっつうですね、ことが分かってしまうすぐに、という不幸な世の中。西でスペインだそうです。独仏エイなんかはベイなんてはあれですけど馴染みありますけど、西でスペインだって。スペイン政府、カトリック教会によって過去推定20万人の未成年者が性被害に遭った。教会は調査を妨害し続けてきたけどな。フランス政府、うちは推定21万人と。世論です。聖職者定期、ジャニーズ教会、キリスト教カトリック教会、ジャニーズ派、ジャニー派実は悪の帝国、世界最大の組織ぐるみの虐待組織がカトリック、性欲を無視することの悪兵。正当化するわけじゃないけど、欧米にジャニーを叩く権利はあったのかね。資格じゃないか、資格はあったのかね。ジャニーズを史上最悪規模の性犯罪とか叩いてたよな。人類はどうやったら宗教をなくせるのか本気で考えなきゃいけない時が来ているのかも。思考停止する手段がですね、他にあったら
宗教はなくなるかもしれないな、思考停止。っていうのはですね、重量 5% の脳みそが、カロリーの 25% 消費するって言われてて、これカロリー消費を抑えるためにですね、つまり節約のためにですね、人は好きさえあれば思考停止しようとする。っていうんですよ。で、思考停止の便利な道具が宗教と。神のおぼし飯のままにとか、自分で考えろよ、みたいな。考えなくていいっていうのは楽なんですよ。お経を唱えて、だんだんトランス状態になってって、無我の境地って言うんですか。それが、できたらね、手軽にね、そういうのできたら、禅とかいい、瞑想とかいいかもしれないな。頭を休める。何も、考えずに思考停止して、気持ちいいままに、脳みそ休める方法が見つかったら、宗教だいぶ弱って思いますよ。カトリック総本山、バチカンでもですね、年間数千人って問題になってましたね。ハリウッドがですね、スポットライトって映画化してた。カトリック指導者は神父で、一生独身なんですよ。なんもんで、なりやすいの。プロテスタントは牧師って呼ばれて、あくまで信者の代表。神父は、信者とは別格の導く者って、位置づけで、一緒独身。牧師は最大可能、子供も作ってよし。なので、カトリックは聖職者が多いです。プロテスタントは全くないとは言いませんけどね。こういう暗部があって、後ろめたいから欧米メディアは、ジャニーズをですね、日本人以上に叩くし、未成年、者への性犯罪の量刑もずっと重いんじゃないか。懲役320年とか、ザラにありますしね。ちなみに儒教はですね、独裁者の心得。中国の根底が儒教である限りは、独裁国家しか生まれません。儒教は独裁者の心得です。孔明が、あれ違うわ、孔子が、独裁者に説いて回ったのが、儒教だね。イスラム教はですね、軍団生活マニュアルです。ムハンマドが率いた武装教団がですね、アラビア半島初統一を果たしました。だからテロリストを生み出しやすいのかな、暴力と親和性が高いのかな、まあね、堕胎は罪と聖書にあるっつってですね、産婦人科を爆破しちゃうようなキリスト教原理主義者も大概ですけどね、ねえ、なんでも原理主義者はダメだわね。菜食、ビーガン原理主義者とか言って、なんかジュースと果物しか食わねえで、なんか死んじゃった人もニュースになってましたが、イスラム教の軍団マニュアルっぽいところ、1日5回礼拝、これ時刻の認識は軍隊では重要ですね。豚か食ったらあかんで、昔伝染病か寄生虫の被害があったんでしょうかね。女子だけで外出しちゃあかんで、敵の襲撃とか誘拐を恐れたんでしょうか。肌出しちゃあかんで、体動かす兵隊は男性ホルモン強いっすからね。筋肉、筋トレすると男性ホルモン出るんだって。あと男性ホルモン出るのはですね、ハンティング。ハンティングっつってもですね、本当にハンターやんなくてもいい。例えばクレーンゲームであるとか、釣りであるとか、そういうんでもええって、体を動かすと男性ホルモンが出る。重婚ええでーって。まあ、第二夫人、第三夫人。これ男が、ほら、戦うから、戦死して、男女比が偏った結果、男が減った結果、食えない、女性が増えたから、女性を養う必要があったから、重婚ええでー、などなど。川口クルド人の集団もですね、軍隊って考えて対処した方がいいですね。あいつら、日本の法律よりも、軍団マニュアル、イスラム教を優先しますんでね。なもんで、世界中どこでもトラブル起こしてるよね。その国の法律より、軍団マニュアルの方が優先ですからね。今日の単身です。北海道、環境庁に熊対策支援を要請。内容は、生息数の抑制、ハンターへの報奨金、ハンター育成支援、弾丸や兵器の支援、など、銃を持った民間人が増えたら、俺らの暴力革命のジャーナルーつって、いう連中がですね、伝達しそうな内容であります。維新を除名されたロシアンエージェント宗男、足抜けできてありがたいとほざいて、お前比例当選だろ。
と呆れられる、バカにスパイは無理だな。すっかりパヨった稲田朋美、同類の石破茂と講演会を開催。どっちも何の役にも立たなかった元防衛大臣やね、お似合いなんじゃないのと反応は氷のように冷ややか。一般人の支持は落ちてもですね、パヨメディアが大事にしてくれんじゃね、パヨってればね。 NHK9 時のニュースで10分以上延々と K-POP 特集、アナウンサーの締めの言葉が寒くなったので韓国料理が食べたいですね。何言ってんだよって、竹島軍事占領してる敵国だぞ、何考えてんの。 NHK は完全にですね、改善が絶望的なんで、不可能なんで、潰すしかないですね、潰すしか。現在の年齢の中央値は 48.4 歳だそうであります。これより年下とこれより年上の人の数が同じっつう意味ね、これより若ければ若者です、もはや。これより若いあなたは、俺は若者って言っていい。だってそうなんだもん。婚姻数と比較してですね、離婚率が高い県、1位高知県、2位宮崎県、3位沖縄県、4位和歌山県、和歌山県と北海道、6位青森県、7位秋田、8位愛媛、9位鹿児島、10位大分。専門家、若い人が流出して、数えられる婚姻数、つまり母数が減ったからではって、言っておりました。一理ありますね。料理研究家、火が通った唐揚げは振動しているので箸を当てると分かる。マジですか。私台所ちっちゃくなっちゃったんで料理できなくなっちゃったんですよね。どなたか試してみてください。よろしくお願いします。というわけで、11月はまたメール党員さん限定で署名活動、拉致被害者署名活動をやろうかな。あと凱旋なんかもメール党員さん限定でお呼び立てしようかな、なんて、考えております。メール党員になるには動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。